これはリツさん大根おろしですか。これ銀だこ皆さん美味しそうですよ。これリツさん何の味ですか。これ塩レモン。塩レモン。このね銀だこ生きたらね塩レモン皆さんおすすめですよ。こっちの右のがね普通のソースのたこ焼きに、マヨネーズがかかっていて、こっちのね塩レモンはねなんかおつゆがね冷たいつゆに大根すりをねなんか今リツさんが出してくれてるんですけど、すごい美味しそうです。でねジンジャーエールを頼んでみました。皆さんぜひ広島府中ソレイユに来られたら、1階にね銀だこありますからぜひ食べにおいでください。最高ですよ。はい、リツさん立ってみてください。はい、ちょっと暑いですからね、リツさん気をつけてください。やけどしますよ。はい。よいしょ。はい。で、ね、半分にね、半分にちょっとたこ焼き割ってから食べた方がいいかもしれないけど、暑いですよ、本当。レモン。あ、レモンね、はい。ビタミン C ですね。美容と健康にもいいですよ。リツさんそれやけどするからすごい熱いから焼きたてよ、うん、割れない。あちょっとカリカリ、いやいや美味しいんだからこのねパリパリです。はい、はい、しっかりね冷たいタレにつけてやけどをしないように食べてみてください。はい、食べてください。うん、爽やか。美味しい。いいですね。爽やか、爽やか、うん、美味しい、うん、はい、じゃあリッツさんこっちのソースもお願いします。こっちは定番です。美味しそうですね、皆さん。なかなかね割れないよ。いや、家でね、作ってもね。エリスさん、暑いですよ、一気に食べたら。あ、大丈夫。美味しい、うん、いける、うん、あ、よかった。はい、今日はね、皆さん広島府中ソレイユの銀だこさんへリツさんと食べに参りました。ぜひ皆さんも訪れてください。それではリツさんさようなら、ありがとうございました。またね、はい。